ちは、ABS プロスタッフの徳山添です。今回はモーティブ社最新作タンクブリッツのレポートをお送りいたします。前作カバータンクはウレタンでもなくリアクティブもないマイクロセルポリマーという素材を打ち出し、従来のリアクティブ素材の過敏な反応を打ち消し、ウレタンの基本属性を保ちながらキャッチを強めることのできるボールとして注目を集めました。今回のタンクブリッツはマイクロセルポリマーテクノロジーを進化させ、吸油率を高めてより高濃度のオイルを処理できる新しいフリクションマイクロセルポリマーとして潤いを上げました。タンクブリッツは新しいフリクションマイクロセルポリマーを意図してもらうために TRG のコアを選択し、カバートタンクより曲がりの持続性を高めているのが特徴で、ベノムショックのギアコアは初代のトロップスコアよりも曲がりが速く滑らかに動きます。前作カバートタンクでも感じたことですが、マイクロセルポリマー素材ができたことでコンディションを攻める選択肢が明らかに増えたことは間違いないでしょう。特にスポーティーなコンディションに至っては過激な反応を嫌う反面、手前のオイル量に必要最低限のキャッチ力が求められます。ウレタンでは薬不足を補うために滑らかに置く特性のリアクティブボールを持ち出しますが、リアクティブの基本特性は消すことができません。まさにその間にマイクロセルポリマーがジャストに入ります。スポーティーなコンディション以外でもフランチャイズで十二分にタンクブリッツを投げていただくこともできます。モーティブ社最大のスタンディング仕上げの2000グリッド LSS 仕上げですので、手前のオイルの薄い部分では曲がりが早く出る傾向は顕著に出ますが、オイルに対しての強さとともにコンディションの濃い薄いに左右されず、軌道面は変わらないのがマイクロセルポリマーの最大の利点なので、しっかりと曲がりを感じることもできるし、曲がりが常に安定して感じていただけるのは間違いありません。曲がる軌道はウレタンなのに、ウレタンよりはるかにオイルに強い、本当に不思議感覚で投げられるボールだと思います。カバートタンクよりも曲がりが早めに始まり、滑らかに曲がり続けるイメージに仕上げられています。普段からウレタン素材を使うコンディションに相対する方は、マイクロセルポリマー素材のボールは必需品です。ぜひ皆様このモーティブ社最新作タンクブリッツお試しください。